皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回は昨年の秋季関東大会に出場した栃木県の西蘭太斗高校に密着しました。2017年には石川翔投手が中日ドラゴンズにドラフト2位で指名され、そして2018年には益子恭介選手が横浜 DeNA ベイスターズにドラフト5位で指名されるなど、近年はプロ野球選手の輩出が目立っている西蘭太斗高校、今年も2名のドラフト候補選手が在籍しており、中止となった選手権大会の代替となる栃木県独自の大会を目指すチームの練習に密着させていただきました。それでは早速練習の様子をご覧いただきましょう。まずウォーミングアップが終わるとバッティング練習に入ります。バッティング練習は4箇所で行われており、どの選手も快音を響かせています。今年の西蘭太斗の打撃陣で最も注目なのはドラフト候補の石川圭介選手です。ここまで高校通算19本塁打を放っている石川選手、2017年に中日ドラゴンズにドラフト2位で指名された石川翔投手の弟で、強烈なスイングからものすごい当たりを連発していました。またバッティング練習と同時並行でトレーニングも行われています。グラウンドの外にある器具を使って選手たちはトレーニングに励んでいました。そしてブルペンでは投手陣が大会へ向けて調整を進めています。投手陣で注目なのは2年生から主戦を務める佐々木投手です。最速142キロの速球が魅力の佐々木投手も石川選手とともにドラフト候補に名前が挙がっており、力のこもった投球を見せていました。バッティング練習が終わった後はシートノックです。外野ノックから始まり、実戦を想定した内野ノックと順番に行っていきます。最後はキャッチャーフライでシートノックは終了。その後は各自で柔軟を行い、
この日の練習は全て終了となりました。青嵐台都高校の皆さん、今回はありがとうございました。大会でのご活躍も期待しております。今回取材した青嵐台都高校の記事は、後日高校野球 .com で公開の予定です。どうぞお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。